テニスの質問疑問にお答えします。はい、自己肯定感を上げるテニスコーチ加藤です。まあ今回もですね、視聴者様のね、アドバイスにより、はい、人気企画となりました、テニスの素朴な質問コメントに対してね、返信させてあげたいと思います。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録ですね、お願いいたします。はい、まあ今回ですね、はい、テニススクールネタね、ジュニアの、はい、子供の、まあ試合ネタかな。で、ラケットネタ、ガットネタ、スクールクレームネタ、まあ、豪華5本立てになっております。よろしければ、ぜひですね、ご参考いただければと思います。まあ、いろいろありますよね。テニスをやっていると、なんていうのかな。この、難しいところですけどね。はい。まあそんな感じ、こんなで、まあちょっとね、お話しすることができればと、思います。はい。では、行きましょうと。どこがいいかな。じゃあ、行きますね。ほい。行ってみましょう。はい、これは im-ph3rg さんですね、ラジカルチームが自分のなりの髪の毛だったのですが、心揺れる動画でした。グラビティですね。はい、しかしラケットってその性能云々よりもまず自分が触れる操れることも性能の一部というか大部分であると感じる今日この頃、ラジカルチームのおかげでトラウマだったサーブが思い切り強打してもサービスライン内に収まるようになりました。まあ、ご自身のね、努力の賜物だということは、はい、一番、大切になってきます。まあ、自分が気に入ってのをね、使えると一番いいですし、まあ、ただそうやってこう、振りやすい。で、特にね、チームって軽いんですけど、ヘッドが回るんですよね。軽いラケットってね、あんまヘッド回らないんですよね。無理やり頭を重くしちゃって、全然ボール飛ばなかったりするんですけど、ラジカルチームはですね、かなり、良かったと、僕も相方へも、実感しております。なので、ぜひですね、ラケット気になったらね、ちょっと仕出してみるのがいいと思います。まあ、買うか買わないか別にね、でも買うときは必ずね、その仕出したところで買うっていうのが、まあ、こう、人情というか、まあ、人としての筋というか、まあ、道理なんですけどね。まあまあ、試し分にはいいかと思います。いろんな発見があると思います。はい、次行きましょう。リスさんありがとうございます。そこのあなたは嫌われてますよ。空気を読めない人たちというのでね。はい、ありがとうございます。基本的に縦カットは16とか18だから、ラストが上だと下から入れるより入れやすいんだけど、もう、上下が癖になってる私です。まず一回店長にカット貼ってもらいたいですよね。はい。クオリティ高いと思います。はい。バドミントンも貼れますしね。なんかいろいろと当たり前のようにテキパキ貼ってる人って、相方よとかもそうなんですけど、やっぱりね、すごい知識ありますね。いろいろと。ね、まあ、こういう風にこうしてるから、こういう貼り方をしてるっていうのでね。まあ、大手量販でも店長貼ってましたんでね。そうですね。だからまあ、一番こう、なんだろうな。全体的に、ただプロの選手でもね、貼ってしばらく置く人もいれば、貼ってすぐ使う人もいるし、ね、すごい細かくして、する人もいますから、まあそう考えたらね、やっぱりこう自分に合った貼り方というかね、まあ自分に合ったものがあると思うんですけど、ただ絶対数貼ってる人間って、やっぱり無駄なものが削ぎ落とされてて、本当にこう必要な最小限のはパシッって出てるんで、よろしければぜひですね、貼りに来てください。はい。のひささん、あたひささん、ひさやのさん、すいません、ユーザー FWISI8UW4W さんでね、男性で、かっこ大体親父かっこ閉じる、走らない、かっこもしくは走れないかっこ閉じる人は、女性陣からは蔑まれていますよね。おっしゃる通りでございます。反対にどんな遠い球でも頑張って取ろうとする人は、女性陣から人気ありますね、って、まあその通りでございますね。はい、ただね、僕のこれあくまで経験ですよ。走れない親父って、走れないことを自覚してればいいんですけれども、多分他人にはそれ強要しちゃうんですよね。それ取れんじゃんみたいな。お前走ってねえよなみたいな。っていうのもあると思いますし。あとやっぱりね、まあ僕も気をつけないと思うんですけど、いい年こいて、女の人に、こう、距離置かれてるなとか、引かれてるなと思うんだったら、なんでその、
ずけずけこういけるのかなって思いますよね。いや、そこ察しろよ、大人なんだからって、子供じゃないんだからとか思ったりしますね。すごくこうシンプルなんで、逆に紳士な方って距離感すごい上手ですよね。ああいう紳士な男性の方、ああいうてかね、ちょっとここに思い浮かんだんですけどね、紳士な男性の方見てると、ああやっぱこういう風になりたいなって、自分の性格上無理だとしても、でもこのところは真似できるかなとか、本当に試行錯誤の、毎日ですけどもね、なかなか、難しいのは難しいと、思います。ただやっぱりある程度ですね、人と人との距離感、もちろんグループレッスンだったりしたらね、大事ですよね。あとサークルとかでやっててもね、なんかね、自分要はちゃんとコート取ってる人とかね、なんかポンって来たやつが偉そうにしてるっていうのはどうかと思うんで、そこら辺もね、せめてこう一歩引いて相手を立てるとかいうことは、まあ最近大事じゃないかなってすごくこう思いますね。その関係性があるじゃないですかね。例えば私とまあ龍一さんの関係性だ、私と愛さんの関係、私と農久さん、私さんね、農久さん、まあこちらの方の関係性ですね。これそれぞれあるじゃないですか。もしリアルでお会いしていたとしたら、まあ、ネットでもそうですけども、ね、やっぱりそれをなんか、A さん、B さんでやり取りしてるのは、C さんが、やたら、その B さんと同じテンションで A さんに接してこられても、A さんはなんだと思っちゃいますし、こういうね、ものってやっぱ大事だと思いますよね。自分に例えるとわかると思うんですよね。自分とこの人の関係性はここまで言っていいけど、でもここ以上は言わないよね。でも全然初めての人にはそれも言えなかったりするから、その人と人の関係性ってね、結構大事になってくると思う今日この頃です。はい、達也さんありがとうございます。加藤コーチ、コメントへのエールいただき感謝しております。というか、だんだん僕は腹が立ってきてね偉そうにね、実際見てないですけど、だいたいコメントも読ませてね、この達也さん苦労されてるっていうのと思い、はい、そう言っていただけるとありがたく受け取ります。はい、ありがとうございます。コメントが紹介された時にもっと頑張りなさいよとか言われたらドキドキしてましたが、大会されて正解です。そして次のステップに進んだ方が良いと応援をいただけて嬉しく思ってます。はい、まあ僕はやっぱりどっちかというと現場の立場なので、思わぬ人が大会することもやっぱりあったりするんですよ。で、まあそれがテニスが嫌になってとかいう場合はまあないんですけども、ただね、いろんな人が、まあ要はスクールとしてはお客さんが多いに越したことがないしね、100人よりも1000人の方がね、あとはスタッフにもね、ある程度このね、キックバックできるしね、施設も充実させられる、サービスも充実させられる、いろんなことにこう投資できていけるってなるんで、ね、難しいところです。ただでもね、やっぱりダメなものはダメって言った方がいいし、逆にスクール側としてもその逆もありますね。すごい空気が読めない、達也さんとかじゃなくてね、達也さんみたいな方はむしろもうウェルカムで100人1000人来てほしいなっていう感じなんですけどね、一人のためになんか一人のコーチを独占してね、いやそれグループレッスンの分かれよってね、なってくる。まあ例えばジュニアだったら10人いて1人ベラ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 喋ったらもうちょっと話やめなよって怒られちゃうね、人、まあそういう人がね、最低限人としてのことができない人が辞めてった時には、まああとあとね、まあ僕もいろんな人にフィードバックしますよ。少ない、ね、でも逆に、いやあの人いなくなってよかったんじゃないっていうケースもあります。だからそれはもうお互いのなんだろうな、お客さんはお客さんの受け手側ね、でね、スクールがスクールが受けた。でもこれは達也さんがいなくなったことで多分スクールは多分大打撃を受けると思います。なぜならばこういうお客さんが辞めていくって一番なんですね。はい。で、まあその、まあ逆もしかりなんですけども、はい。というのでですね、またぜひ、はい。いや、そう、ありがとうございました。お近くであれば加藤コーチにぜひ指導してもらいたいと動画を拝見するというものです。ありがとうございます。恐縮です。まあ指導能力は中の上ぐらいだと思うんですけど、うちのスクール、周りのスタッフがすごくですね、優れていますんで、常に自己研鑽の日々を、ね、繰り返しております。ああ、で、気がすごく楽になりました。もうこの一言だけで救われますね。やっぱね、テニスってどんな形で続けてほしいし、やっぱり障害スポーツだしね、今このタイミングでも、だから逆に週に1回だけでもテニスすごい頑張っていく子っていうのは、やっぱり、何かしらの大人になった時、何かしらプラス健康的なのもそうだし、ね、ストレス発散もそうだし、テニスの技術もこう、ね、ウィンウィンなんて続けるというのは大事なんで、ぜひ、そうそうそうね、他のスクール、もしくはね、ご自身で練習しながら、ね、続けて、ください。はい、リュウチさんありがとうございます。今日髪の毛切りました。関係ないけどね、最近、今日飲んでますそう、最近、ジュニアのことを練習することがあり、試合してみました。まあ、大人のいやらしさはわからない子だったんで、ボコボコにしてあげました。その子のお父さんからすごく感謝されました。なんてド M な親子なんでしょう。でも、一
1年もすると抜かれそう。それまで相撲でいう可愛がりをやってみようかなと思います。ごっちゃんですね。いいと思いますね。で逆にね、僕すごい思うんですけどね、このジュニアのこのお父さん、すごい素晴らしい方だと思いますよ。長い間ね、ジュニア見てるとね、もう親が逆に、うちの子は、うちの子は、とんでもないエピソードとかありますよ。僕は直接、まあ、あるけど、間接的に聞いたこともね、自分の子は特別だからみたいなこと平気で言う親とかいるんですよ。他の親御さん、同じようなお子さんがいる親御さん前で。あれには、あの話を聞いたときびっくりしましたね。いや変だと思ったけど本当に変だったみたいなね、もういらっしゃいますが、こうやってね自分の子っていうのをね言われると、まあテニスって本当に難しいと思うんですよね。ただやっぱりね、やっぱり、ね、僕いつも思うんですけど、サッカーとか野球とかね、バレーボールは違う、まあバスケとか、バレーまあそうだ、集団スポーツってやっぱりボディーコンタクトあるんですか。まあバレーボールとかなかったも団体スポーツはこっちは集中狙いされるとかあるんですか。だからいろんな意味でこうね、悔しさも味わったりとか、理不尽なことがあったりとか、テニスって、コート上ですかね、まあ、外国でね、ちょっと勉強させてもらったこともあるんですけど、やっぱ、海外はやっぱ野球とかサッカーの延長ですよ。日本って、ちょっとなんか、いけてない、陰気なやつがちょっと強くなると、なんかすごい陰湿な感じで、こう、まあ、上まで行くとまた変わってくるんですよ。で、なんかこう、それで勝てたりするか、それ調子の乗るっていうか、うん。だって本来プレーの上ではいいと思うんですけどね。例えばだって団体スポーツでね、調子乗ったりしたら潰されるじゃないですか。もうバーンとかぶつかれたりでもね、見えないところでファウルされたりとか、そういうのは全くテニスでないじゃないですか。だからどんどんとこう調子乗ってしまうっていうかね、テニスの上では必要最小限のね、最低ラインのマナーっていうのはあるわけですよ。そのマナーが守れてないっていうのは良くないと思いますから、だからそういった意味ではすごくこうね、テニスって、そういう親御さんがいらっしゃった方が、やっぱジュニアがね、まあ、こう活性化していくとか、強くなっていくっていうか、まあね、普通に働いてもね、こいつ哀れなってあったりするじゃないですか。僕今周りはないですかね、みんなテニスに一生懸命なスタッフしかいないので、もちろんそれによってぶつかり合うことあったとしても、でもそれってお客さんどうしていきたいか、こういうことをしていきたいっていうプラスじゃないですか。あいつを蹴落としてやろうとか、自分だけいい思いをしようっていうのはないので、ね、そこら辺はやっぱり、まあありがたいなと思うんですけども、まあ自分もね、自分のスタンスを崩さないようにね、周りに還元できるようにっていうのは、お客さん、こうね、スタッフ問わず思うんですけども。まあだからね、ルイさん。でもそれをね、逆にこう、一年後には抜かれるかもしれないっていうのも、またそれはすごい素敵な考え方ですよね。でもジュリーさん負けないで頑張ってください。はい、ということですね。今回コメントに対して返信させていただきました。まあ気軽なことでいいです。はい、ただ僕はもう本当にこういう本音と実際の経験からの事実をね、はい、まあ、20年やってればいろんなことありますよ。もう、まあ、相方 A とかもいつもね、いろんな話、相談とか乗ってもらったりするんですけど、まあまあ、他の相方 B とかもそうだし、他のスタッフそうなんですけど、大体やってると、あるある系があります。で、あるある系がなくて、いや、カサカそれ違うよって言われた時、あ、それは違うのかと思ったりもしますけど、まあ、大体あるあるで思うけど、やっぱいますよね、そういう曲なんてあるんでね、少しでもテニスを一生懸命頑張ってる方のね、テニスを愛されてる方のお役に立てれば幸いです。今日はこれで終わりたいと思います。どうも、ありがとうございました。